アーノルド、その体、一体何があったんだ？こちらはアーノルド。早く服を着ろって。そんなたるんだ体、誰も見たくないから。シュワルツネッガーと比べてどうするんだよ。共通点なんて君の名前ぐらいなもんだ。悔しかったらちゃんと体を鍛えてごらんよ。食事だって変えなきゃいけないんだよ。え、ちゃんと考えがあるって？おいおい、ちょっと待て、ステロイドかい？それは違法だよ。それに、とにかくそれは違法だ。筋肉はタンパク質の化合物でできていて、小さな傷をつけると2、3日で回復して、さらに強く、大きくなるんだ。ステロイドを体内に入れると、あるホルモンに変わって、筋肉を回復させる速度が倍になるんだ。だから同じ時間でも圧倒的に筋肉量が増えるんだ。でもテストステロンを取りすぎちゃうから、体の中は取り返しのつかないことが起こるんだ。ニキビが増えるし、大切な部分が小さくなるし、やたら攻撃的になるんだ。ほらほら落ち着けよアーノルド。とりあえず体が大きくなったからいいじゃないか。君みたいな怠け者にはぴったりの方法だよ。何しろステロイドは運動しなくても体を大きくすることができるんだからね。まあテストステロンを取りすぎると性欲が高まるんだ。でもっと体を鍛えて注目を集めたくなる。ぬっは、おいアーノルド、ちょっといい加減にしろって。とりあえずマッチングアプリに写真でもアップしとけ。よかったじゃないか、マッチしたよ。どうやら君と彼女には共通点がたくさんあるね。最初のデートだ、気合い入れていけよ。いいじゃないか、彼女に気に入られたみたいだよ。おはようアーノルド、昨日はお楽しみだったようだね。おや、何を怖がってるんだ？ああ、テストステロンはね、実は女性にも効くんだ。顔にはヒゲが生えるし、声だって低くて男っぽいものになったよ。ああ、急に走ったりしたらダメだ。君の心臓は前と違ってかなり弱ってるよ。だから心臓発作を起こしやすくなってるんだ。しかもこれだけじゃないんだ。テストステロンを止めたって元通りにはならないんだよ。ブクブク太るし、精神的にも不安定になるんだ。要するに始める前より、おやおや、大きくて美味しそうな野菜だね。このバカ、そこで食べるんじゃない。この野菜はいわゆる遺伝子を組み替えた野菜だ。このトマトには蚕の遺伝子が入ってるんだ。君が毎日食べているキュウリは遺伝子的に見ると 40% ほど人間と似てるんだ。おいおい、怖がらなくても大丈夫だよ。それじゃあこうしたらどうだアーノルド、実際に体験してみよう。人間を実験台にするのは違法なんだ。しかし2018年に遺伝子操作をした赤ちゃんが中国で生まれた。彼らは HIV に免疫を持っているんだ。さあペンタゴンのトップシークレットの一つに着いたぞ。ここでは遺伝子操作をした兵士を生み出しているんだ。クリスパー・キャス9はある生物の DNA を別の生物に移植できるようにする新しいテクノロジーだ。普通の魚に発光するクラゲの遺伝子を埋め込むと、こんな風に光る魚になる。野菜は長持ちして美味しくなるように操作されているんだ。マイケル・ジョーダンの遺伝子を入れて背を伸ばしてみよう。汗を出す遺伝子も取り出して、二度と臭い匂いにならないようにしよう。さあ見てみよう、アーノルド 2.0 だ。全く新しい生活だよ。もう隣に座った人が君の匂いで嫌な顔をすることもないよ。近所のおばあちゃんにチビの赤毛の童貞だって言われることもなくなる。赤毛の童貞だって言われるだろう。遺伝子工学はまだ完璧ではないけど、未来のテクノロジーだ。遺伝子操作した赤ちゃんもすぐに普及するだろう。犯罪者を生むような凶悪な遺伝子もなくせるだろう。まさに新しい時代への進化だ。おやすみアーノルド。おや、いない。研究室から注射器を盗んだのか。
イチゴの遺伝子を入れればいい匂いになるって。コーギーの遺伝子を入れれば可愛いお尻になる。やめるんだアーノルド。おい、なんてこった、どうなってるんだ、なんてことだ。遺伝子工学は人体に危険なだけじゃない、世界全体にとって危険だ。起きろ、寝ぼすけ。天気が悪いからって休んでいいってことにはならないんだぞ。仕事をしたくないならベッドで仕事をするか。 NASA は無重力が人に与える影響を研究していたときに、ボランティアに$18,000を払って70日間ベッドに寝てもらったんだ。起き上がろうなんて思うなよ。起きようとすれば雇ったスナイパーが一発でお前をおねんねさせる。食べること、飲むこと、そういうことも全部横になってやるんだ。じゃあまたな。おい、少しは寝てるか。調子はどうだ。あまり良くなさそうだな。どうやら体重が増えているようだ。食べた分のエネルギーがどこにもいかないからな。ただ床ずれはまずい。これは高血圧のために皮膚に血液が流れなくなることが原因だ。もう少し頑張れ。いいニュースだアーノルド。ソ連の科学者が打ち立てた370日間という記録まであと少しだ。あんまりかっこよくはないな。毎日筋肉の 5% が失われている。その上骨にもダメージがあり、運動不足だから骨の修復が進まず、すぐに劣化が始まってしまう。しかし逆説的だが、横になって眠ることは不可能になる。体を動かさないから脳は今が何時なのか、いつが寝る時間なのか分からなくなる。でもご褒美もあるんだ。好きな番組を何度も見ることができるぞ。じゃあな、大好きなテレビ楽しめよ。おいアーノルド、どうしたんだ。スナイパーの嘘を信じたのか。そんなに横になると本当にまずい。起きるんだ。夏に公園を散歩する以上に楽しいことってないね。運命は選べない。運命が選ぶんだ。気をつけろアーノルド。おや、誰かが放射性廃棄物をこぼしたようだ。アーノルド、君も今やスーパーヒーローだ。マーベルに登場するウルバリンの最初の名前はバッジマンだったんだ。君の場合はビーバースカンクキツツキマンだ。いいね。3つの力を手に入れたのは史上初だ。でも超人的な力を手に入れたのは君だけではない。例えば日本の剣術師範のマイチイサオは時速320キロで飛んでくる弾丸を切ることができた。セルビアのスラビシャ・パイキッチは文字通り2万ボルトを操ることができ、体に電気を通すことで料理をすることができるんだ。オランダのビムホフは0度の中で何時間でも耐えることができ、下着だけでエベレストに登ったんだ。君はどうなんだよアーノルド。おお、おめでとう。君は頭で釘を打つことができ、ダムを作り体の表面で強いノミを育てることができる。冗談ではなく、君が自分の力をくだらないと思うなら DC コミックのドッグウェルダーを読むといい。犬の溶接が彼の敵だ。 X-Men のジャイデシュはノミ明かした後でファンを操る力を発見した。バットマンの収益が980億ドルだって知ってたかい。スーパーヒーローであることは非常に儲かるビジネスになるんだ。そしてスーパーマンの最初のコミックブックはオークションで350万ドルで販売された。それから Google のリクエスト数から判断するとスーパーマンはアメリカの大統領よりも人気がある。アーノルド、
これは非常にクールであることは間違いないんだが、どうやって食べていくんだ。ほら、世界が危険にさらされている。君がいなければ崩壊してしまう。わかった、私が君に警告しなかったとは言わないでくれよ。そう、出演を決めておいたぞ。まあよく読まずにサインするんだろうな。その空っぽの頭の中を賃貸に出したら儲かるんじゃないか。いいアイディアだろう。その赤い頭の中はかなり広そうだな。私の古いバイクでも置かせてもらう。さて、今回の役のために君は体重を3倍にしてもらう。俳優というのはできるだけ役に近づくために体重を増やしたり減らしたりすることが多いのさ。例えばクリスチャン・ベールは2008年から2013年に9回減量した上に 30kg も体重を増やしたんだ。ポンドで言えば66ポンドだ。手っ取り早く体重を増やすには大量に食べるんだ。ドライフルーツとかナッツとかピーナッツバターサンドとかおやつもたくさん食べるんだ。それからデザートもだ。アーノルド、君には太る才能があるようだね。とても順調だぞ。そのうち主役にもなれるだろう。スターだよ。そう、これが今回の役だ。だから体重が必要だったのさ。がっかりするな。これも仕事だ。ちなみに交通費は自腹だ。家に歩いて帰るんだ。体重が増えた分、骨に負担がかかってるぞ。肥満度を計算してやろう。152センチ、93キロで、BMI は40以上だ。肥満度はレベル3だな。もし辛くなったら、ここに電話しろ。私の友人が君を特別な場所に連れて行ってくれるだろう。ここならわずか数分で余分な脂肪が全部排出できるんだぞ。よしよし。ああ、元通りじゃないか。そうそう。ああ、その緩んだ皮を見れば、二度とあんなに食べようなんて思わなくていいだろう。君から排出した脂肪だが、ブラックマーケットで化粧品会社に1キロ1万5000ドルで売れたよ。よし、アーノルド。ほら見ろ、これが世界初のバイオエンジニアリングされた人間の皮膚だ。2011年、オランダの科学者は父の中にクモの巣の材料を作ることができるヤギを作り、それを人間の皮膚に変えたんだ。この皮膚は鋼鉄の15倍の強度を持つ。そして 5.56 口径の弾丸を止めることができる。研究は正式に終了している。だがもし実験が秘密裏に続けられているとしたら。おめでとう、アーノルド。防弾皮膚テストに志願したんだよ。それでテストは成功だ。おい、アーノルド、こいつらは結果に満足してるけど、もっと上を目指したいようだよ。グレネードランチャーはバレルから毎秒120メートルの速度で手榴弾を発射するんだ。そして50センチの鋼鉄の装甲を貫くことができる。今はもっとしっかりしたものが必要だ。例えばフラーレンでできた皮膚だ。これは化学上で最も強い物質であって、炭素の同素体だ。しかも最強の鋼鉄の200倍の強度がある。おめでとう、アーノルド、君のフラーレンの皮膚はロケット弾にも耐えられると言いたいところだが、もちろん君の脳はそうはいかない。衝撃波でぐちゃぐちゃのゼリーになっているんだ。だがこうにも君は超極秘研究室にいる。そうだよ、アーノルド、逃げるには絶好の機会だ。何しろ君は拳銃で傷つけられることはないんだから。実際首を絞められることもないし、車に轢かれたって大丈夫だ。だが君の強さは、アーノルド、この弱虫少しも変わってないな。だがその代わりにどうやら鋼の神経を手に入れたようだな。だがな、問題はアーノルド、君はこれから一生誰にも知られないようにその皮膚のことを隠して生きなければならないんだ。
待てよ、なんだこれ。なるほど、そういうことか。好きなもののためなら何でもするんだな。まあ何をするかは人それぞれだ。だがスーパーマンにだって弱点はあるんだ。どんな武器でもその体を通さないとでも思ったのか。もし頭が2つあったらって想像してごらん。人気者になれるし、もっと人生が楽しくなるし、賢くなるし、やっと君も自転車に乗れるかもしれない。ほら、彼らだって同じだ。サーカスに入ろう。おっと、頭が2つある人がライオンに食べられてしまった。これはひどい。頭だけが残ってもね、これじゃサーカスができなくなってしまうよ。これは大きな問題だ。サーカスのマネージャーが君を出演させようと思ってるみたいだけど、必要なのは頭が2つある人だ。君には頭が2つないからダメだ。では君の夢を叶えてあげよう。そうか、やるのか。それならこの手術のこともっと説明してあげよう。最初に頭の移植を行ったのは1908年、チャーリー・ガスリーによって行われたんだ。この時は犬を使ったんだ。犬の頭を別の犬の首に縫い付けたんだ。上下逆さまにね。1950年、ドミコフは完全に動くことができる首の移植に成功した。なんと犬の上半身に20個もの頭を移植したんだ。次に犬の頭を別の犬に移植させることに成功した。その次は猿で、移植した頭は医者に噛みついたんだ。2013年、セルジオ・カナベロが人間の首の移植計画を発表したんだ。推定費用は1280万ドル。2017年に彼のグループは、死んだ人の首を別の遺体に移植したんだ。よかったね。手術は成功だよ、アーノルド。さあ、リハーサルをやろう。せっかく取り付けたんだから、大切にしなきゃダメだぞ。さあ、一輪車に乗って、ジャグリングをしながら、炎の輪をくぐるんだ。すごいね。でもみんな君の間抜けっぷりには、がっかりしたみたいだ。ほら、体を彼らに任せるんだ。君は彼らの邪魔をしなければ、それでいいんだよ。さあ、開演だ。君はショーのメインだ。みんな君を見たくてここに来てるんだ。君ならできる。そうだ、その調子だ。あとは、おや、あれはタガヤだ。彼女は見てるぞ。おい、よそ見をするな。ほーら、失敗した。相変わらず君はダメだな。君のおかげで君だけじゃなく、その二人の面目も丸つぶれだよ。このサーカス始まって以来の大失敗だ。やあ、アノルド。おやおや、もう野獣のように生のまま食べるしかないね。体のアドレナリンとか攻撃的な感じがしてこないかい？もちろん噛み切るのが大変だ。人間の歯は生の肉を食べることには向いていないからね。昔のモンゴル人のように小さく切り刻んだ方がいいだろう。最も有名な生肉の料理であるタルタルステーキは彼らの名前に由来しているんだ。穀物、野菜、果物がないと体の燃料になるブドウ糖の流れが止まってしまう。肝臓は体のエネルギー需要を満たすために蓄えている脂肪を処理し始める。そして体重が減り始める。1週間あたり最大5キロの減量が可能だけど、その間に君の筋肉は脱水して乾燥し始めるんだ。だからハリウッドセレブやスーパーモデルの間で肉食が流行っているんだ。血中のコレステロール値が上がる。そして現実を直視しよう。心臓病のリスクが高まり、アミノ酸が腸に充満する。それらが皮膚から出るバクテリアと混ざり合って、夏の暑い日に放置されたエビのバケツのようなギトギトした体臭になる。生肉にはイーコリ、サルモネラ、リステリアなど危険な微生物が含まれているんだ。そして下痢、嘔吐、胃の重苦しさに悩まされることになるだろう。だが君の体が最終的にこの食事に適応すると、エネルギーと体力の急増を感じることになる。その理由はテストステロンとビタミン D のレベルが増加するからだ。ブルース・リーも戦いの前には新鮮な肉のスムージーを好んで飲んでいたんだ。私たちの古代の祖先は生の肉を食べていた。しかし彼らは火を使用する方法を考え出し、調理を始めた時、
生活が永遠に変わったんだ。消化に必要な時間が3分の1になったんだ。エネルギーを使う期間が胃から脳へと移り、これが認知革命を引き起こした。人間はより抽象的な思考をするようになり、複雑な言語を発達させた。その結果、現代文明が発展したのだ。だからアーノルド、食べなさい。このバカ、百獣の王みたいに歩くのはやめるんだ。動物に敬意を払えよ。君だって祖先は猿なんだからね。進化が分かれたのはおよそ700万年前のことだ。森の中と草むらの両方に暮らすことによって、二足歩行とまっすぐ立つように進化したんだ。これによって手を使えるようになり、道具を使って火を起こすような大切な活動ができるようになったんだ。食べ物を料理することでよりよく、そして早く消化できるようになったんだ。しかもこれはより賢くて大きな脳を発達させることになったんだよ。まあ信じられないのも無理はないよ。でもね、進化はまだ続いてるんだよ。例えば食べる前に料理をすることによって顎が小さくなったし、人類の 20% はもう親知らずが生えてこないんだ。それだけじゃない。食事が改善したからホモサピエンスの身長は10センチも伸びたんだ。そしてこれは体重にも影響を与えたんだ。でも今の現代人にとって体の変化より座ったまま何かができるテクノロジーの進化の方が重要になったんだ。飛んだり、座ったまま冷たいビールを飲んだりね。次は何だろうね。ほら見て、これ科学者たちが発明したスーパーコンピューターだ。僕たちの未来を予測してメッセージを送ってくれるんだって。見てみよう。この100年間で地球上の人口は4倍になった。そして動物や植物の 80% を破壊してしまった。環境汚染は後戻りできないほど地球の気候をすでに変えてしまっているんだ。僕たちの未来は地球温暖化によって体が伸びていくんだ。肌の色は黒くなって、熱を逃がすために耳は大きくなるんだよ。おや、お隣のヘンリーにそっくりだね。実は15万年の間にホモサピエンスの脳はおよそ 200g ほど小さくなっているんだ。今も小さくなってるんだよ。快適な生活をしすぎて劣化してるんだ。ホモサピエンスもいつか知性を失うかもしれないんだ。IQ テストを受けているのかい？そんなに張り切っているとそのちっぽけな脳みそが破裂してしまうぞ。ああ、自分がもっと高い IQ を持っていると証明したいのかい？現実はちゃんと認めないと。それじゃあこうしよう。人の脳は栄養を送るともっと働くようになる。そのためにはもっと血液の循環を良くすればいい。アドレナリンを注射すれば心拍数は毎分220まで上昇する。コーヒーを40杯飲めば350まで上がる。では十分栄養を与えた結果を見てみよう。では心拍数を1秒間に30万回まで引き上げてみたらどうなるだろうか。この時の血液の速度はなんと音速の20倍だ。もちろん全ての臓器と血管はすぐに破裂する。君の心臓は二度と動くことはできないだろう。それじゃあサイボーグにしよう。心臓はモーターで動かして、血液はもっと粘り気のあるものに変える。今回は全てが違う。君はスーパーマンになったんだ。体内の活動は通常の数千倍まで加速したんだ。君は人生で一番生産的な時間を送れるようになる。会社を作れば Google よりも成功できるし、アインシュタインの重力の理論をさらに加速させて人類の歴史を100年以上進めることができるかもしれない。ところが新陳代謝が加速しているせいで、いつもトイレに駆け込まなければいけなくなる。心配しなくても長くは続かない。この負荷に体が耐えられるのはせいぜい2時間だ。その後はバーン。アーノルド、まだテストを受けてないじゃないか。まあどうでもいいか。ロリータ97のアカウントに鬱陶しい愛のメッセージを書きすぎて赤バンされてしまった。
ぽっかり開いた心の穴をアイスクリームで埋めるつもりだ。今回の話はこれだ。一体人はどれだけ体重を増やすことができるのだろうか。簡単に言えば、体重を増やすには摂取するカロリーをどんどん増やす必要がある。君の怠けた生活と体重なら、まずは1日にスニッカーズを6本も食べれば十分だ。体重が300キロになったら、これを14本に増やす。2000キロになったら、1万7000カロリーになるまで食べて、食べて、食べまくらなければならない。体重が2000キロになった人は誰もいない。体が耐えられないからだ。体の脂肪が体内の臓器と血管を圧迫して息ができなくなる。最も強い骨はコンクリートの4倍の硬さがあるが、立ち上がろうとするとこれが折れてしまう。体が完全に壊れて死ぬまでの時間はわずか数秒間だ。脂肪を吸引しよう。お母さんにブラジャーを借りてくるんだ。体の脂肪が増えると女性ホルモンが勢いよく増える。胸が大きくなり、声が細くなり、君の息子が毎朝太陽に向かって挨拶することもなくなる。おっと、ロリータ97は既婚者だったようだ。体重を減らす方法は簡単だ。体の脂肪は豊富だから3年間クローゼットに隠れることができる。ビタミンと水分を取ればいい。これは仕方がない。ジョー博士はどんな痛みでも感じなくなる秘密の薬を持っているんだ。君の麻酔は多めの方がいいだろう。赤毛は遺伝的にそういうものだ。人間の体は膨大な数の細胞でできている。それらが相互に機能するために細胞膜にはイオンチャンネルという特殊なタンパク質がある。このイオンチャンネルは五感のアンテナのようなものだ。温かい、冷たい、匂い、味、痛みを感じることができるのもこのおかげなんだ。アーノルド、たくさんチョコレートを食べてもいいぞ。チョコレートを食べ過ぎると頭が痛くなることは科学的に証明されている。この薬は君にはぴったりの薬だ。君は私の与える苦痛をもう感じなくて済むのだからね。だが喜ぶのはまだ早い。痛みには感情的なものがある。そう、例えば片思いだ。こうした痛みは2015年にビットコインを売った人でも経験してる。アーノルド、元気を出せよ。痛みを感じないから個性を強調すればいいさ。例えばラッパーのリル・ウージーバードみたいにおでこにダイヤモンドをつけてもいいじゃないか。世の中には痛みを感じない人がいる。これは SCNQA 遺伝子の欠陥の結果だ。こうした人は寒さ、暑さを感じたり何かに触れる感覚はあるんだけど、痛みのシグナルが伝わらない。おお、目の前で起訴されたから互いのボーイフレンドに勝負を挑むのか。言っておくが、痛みを感じないということは不死身ということでは。病院に行った方がいいんじゃないかな。なるほど、病院に行くのも面倒だからセロハンテープで済ませる。おお、ジョー博士の薬の効果が切れたようだ。アーノルド、生きてるかい？体の一部が吹っ飛んじゃったから機械の体に変えてもらったよ。新品みたいだよ。問題は体に機械の部品がついてない兵士が必要なんだ。過去に戻って君を連れてくるんだ。すぐ見つかった。そんなに怖がらなくてもいいよ。助けが必要なだけだ。さあ2050年にワープしてもらおう。残念だけど君が想像しているような明るい未来ではないんだ。2050年、地球は大規模な温暖化に襲われた。地球上の人口も100億を超えたんだ。あまりにも人が増えすぎたから綺麗な水が足りなくなってしまったんだ。想像できるかい？あらゆるものが崩壊して人々はペプシをめぐって争っているんだ。話を元に戻そう。2050年では人間の体の一部は機械になっているんだ。人類の敵になったドローンは
10キロ先でもその機械を見つけ出すことができるんだ。君には機械がついてないから敵に見つからないんだよ。この戦いの流れを変えるのは君だ。戦闘準備。どうやら敵は北の方にいるようだ。でもその道は電磁砲で遮られている。もう大砲なんて使っていないんだ。今は電磁波が武器だ。この電磁波の速さはなんと時速7000キロだ。隠れる場所を見つけた方がいいよ。地下鉄がいいね。銃は避けられたけど別の問題があるようだ。ドローンたちがスキャナーを使ってるんだって。大丈夫だよアーノルド、ドローンたちには君が見えないはずだから。電源のところまで走って電源コードを抜いてくれ。よくやった。君のような人間がいることは想定もしていなかっただろうね。さあ脱出だ。あと少し。これで地上だ。地上にはまだたくさんの敵が残ってるようだ。エキソスーツを使ってみよう。これを着れば君でも兵士として活躍できるよ。長い距離を走っても疲れないし、パワーも人間の20倍になるんだ。もう恐れるものは何もないぞアーノルド。ああ、操縦の仕方を知らなかったんだね。アーノルド、おい、未来の自分を殺しちゃったよ。後悔してる暇なんてないよ。ほら、敵が集まってきたよ。火炎放射器があるから、それを使ってごらん。いいね。未来のハリウッドで火炎放射器を使うことになるなんて、誰も想像しなかったよね。アーノルド、ロケットだ。寝落ちしてケチャップをこぼしたのかい？おや、生理じゃないか。でもどうして君に生理が来たんだい？はっはぁ、君はインターセックスだね。実は思春期に性器が変わる人はおよそ 2% いるんだ。ビリヤードの球がポケットになったり、その逆もある。どうして写真を見せてくれないのかやっとわかったよ。それで君は男の子？それとも女の子？性別は3つの方法で決まる。1つ目は体に備わっているホルモンだ。女性ならエストロゲン、男性はテストステロンだ。2つ目は遺伝子。 XY の染色体なら男性、 XX なら女性だ。3つ目はジェンダーで、これは君がどう感じるかだ。これは生まれつきじゃなくて生きてる間に決まるんだ。早速洋服を変えるんだね。これで君の内面と外見が一致したわけだ。もう少し改善した方が良さそうだけどね。君の人生は大きく変わるよ。男性も妊娠できるんだ。例えばトリスタンとビフというオレゴンのカップルがいる。ちなみに最初の男性の妊娠もオレゴン州だ。オレゴン州の皆さん、どうなってるんですか？スージーが興味を持ってくれてるよ。ラッキーだね。外見は女性でも男性のように振る舞うことだってできるんだよ。長年の夢が叶ったね。スージーと一緒になれたじゃないか。おや、カウンターにいる男性が気に入ったのは君だよアーノルド。スージーの方だね。君は安全だ。スージーは何か言いたげな目だね。見た目がどうであっても大切なのはどう感じるかだ。君、ひょっとしてまたお金を全部ゲームに課金してしまったんじゃないだろうね。自業自得だ。バーチャルの食事で我慢するんだな。ところでビル・ゲイツがマクドナルドのゴールドカードを持っているって知ってるかい？それがあれば何でもタダで食べられるんだ。今一番君に必要なものだよね。さあ何から食べようか。バーガーキングのスペシャルスイスイドバーガーでいこうか。パーティー4枚、チーズ4枚、それにベーコン、合計800カロリーだ。もちろんマクドナルドのポテトもね。これには19種類の秘密の成分が含まれている。さあ食べるんだ。一つのパティには約100頭の牛の肉が混ざっているんだよ。ファストフード業界全体だと毎年5000万頭の牛を殺しているんだ。すっかり平らげたな。ならソーダを飲むんだ。食欲をそそらせるためにわざとここでは無料になってるんだ。現在世界中120カ国に3万9000のマクドナルドがあって、
君の欲望を満たしてくれるだろう。イギリスではポテトの油を再利用してトラックの燃料に使っているんだ。世界の肥満の人の数はこの20年で3倍になった。もうやめるんだ、アーノルド。こんな食事続けていたら1ヶ月に 10% も体重が増えるぞ。もしそうだったら、アーノルド、やめるんだ。君は2型糖尿病で、うつ病で、血管は脂肪で詰まってしまったよ。こうなると心臓発作が簡単に起こるんだ。ファストフードは高カロリーで、ビタミンやミネラルがほとんど取れない。私から忠告しておくが、今すぐ家で作る食事に変えないと後悔することになるだろう。それでいい。さて、今日は君の家で一緒に夕食を食べようじゃないか。なんて凝ったアーノルド、なんてひどいものを作ったんだ。小豚の丸焼きとチョコレートキャラメルケーキだと。ファストフードを食べなければいいって意味じゃないんだ。いいかい、高カロリーの食事をやめて食事の量を制限しろって言ったんだ。自分の症状をググるのは良くないことだって知ってるよな。ほら、気分が落ち込む、自信がない、だるい、精神科の予約を取った方がいいって。自分で診断したり勝手に治療しようとするのは本当に良くないからやめるんだ。だからおお、抗うつ剤ってこんなにたくさんの種類があるんだね。まあどうせ君のことは説明書なんて読まないんだろうね。さて、プロザック2パック、セレクサ75錠、ゾロフォー5パック、レクサブロ半分、あとはカラフルな色の鎮痛剤がたくさんってことだな。でもこれで必ずしもうつ病が治るとは限らないんだけど、一回薬を始めるとなかなかやめられないんだ。本当に心配なのは三環系の抗うつ薬だけだ。まあ君のことだから遅かれ早かれそいつも使い始めると思うがね。ほら始まった。今回は何を飲んだのか見てみよう。 MAO 阻害薬は繊毛を引き起こすことがあって幻覚を見ることになる。めまい、震え、発作は全てセロトニンが阻害されていることが原因なんだ。三環系の抗うつ薬で幸せ、嬉しい気分にもなる。ところで8時間も食事をしていないことに気がついてるか。ファッションモデルは空腹を感じないために抗うつ剤を飲むことさえあるんだ。抗うつ剤を飲んでると夢はより近く、より具体的に見える。そう、目が覚めるとあれは夢だったのか。この会議ではイーロンマスクがマイクロチップを可愛い猿たちの脳に実際に埋め込む。近い将来人間の脳にも埋め込まれる。アーノルド、鍵を使ってからかうのはやめなさい。だから言っただろう、バチが当たったんだ。どうしてイーロンがこんな間抜けを招待したのか理解できないな。科学的に言えばニューラリンクはとてもシンプルな装置だ。脳内のニューロンからコンピューターに電気信号を送るための電極に過ぎない。一方技術的には驚くほど複雑だ。脳が非常に絡み合ったワイヤーの玉になっていて、それを故障させずに慎重に接続しなくてはいけない場合を想像してみるといい。アーノルド、急げ、駐車料金を払わないとレッカー車が来てしまうぞ。チンパンジーからすぐに鍵を取り返すんだ。このままだと駐車料金のせいで月末までカップラーメンを食べて生活することになる。モンキースーツを着ればなんとかなるかも。私を信じるんだ。お尻の穴の匂いがするけど、たった5分の辛抱だ。さあやってみろ、必ずできる。おいおい、アーノルドをどこに連れていくんだ。彼を実験することができるのは私だけだ。イーロン、アーノルドに優しくしてくれ。だが私は一体誰と話しているんだ。私はこの間抜けの頭の中の声に過ぎない。アーノルドの脳は霊長類の脳とほぼ同じサイズだから、このチップはぴったりだ。
ニューラリンクと Wi-Fi のおかげで、アーノルドは思考の力でデバイスの持ち主とコミュニケーションができるようになった。インターネットの速度が大幅に向上していることも後押ししている。アーノルド、集中するんだ。君ならできる。インターネットから猿の手話をダウンロードするんだ。間違いなく成功すると思ったけど、丸1日かかるとは思わなかったよ。ニューラリンクを使っても救いようのないアホだと思っていたけど、どうやらスイッチをオンにしてなかったみたいだ。全く救いようがないな。虫眼鏡でアリを燃やしてるのかい？それで自分が神様になったような気分がするって？そんなことをしてるからこんなことになるんだ。しばらくアリになってみるといいよ。今君がいるのが世界最大の戦争の中心地だ。人間の戦争を全部足してもこの規模には及ばないんだ。この戦争に参加するアリの数はなんと10兆匹だ。え、10兆ってわからないのか？いやほら、戦争の準備が始まってる。もしアリが人間のサイズだったら、人間にはほとんど勝ち目がないんだ。普通のアリでも16階建ての建物を背負ったまま時速55キロで走ることができるんだ。ほら来た、すごく危険な軍隊アリだよ。あは、肝心な時はいつもこれだ。見ろ、アリたちが円を描くように回り始めた。自分たちのフェロモンの後を追いかけてるんだ。こうなったらもう死ぬまで終わらないんだ。これがデススパイラルだ。体力が少ないアリから順に全員が死ぬまで歩き続けるんだ。君はアリたちを救ったヒーローだ。女王アリに紹介するって言ってるよ。おや、どうやら権力の座をめぐって争ってるようだ。女王アリは時々2匹になることがある。その場合、2匹の女王アリは決闘してどちらが巣の主人になるのかを決めるんだ。それが終わると周りのアリたちがどっちが女王になるべきかを決めるんだ。まさに民主主義だろ。勝った方は負けた方を襲って殺す。民主主義ではなかったね。危ないぞ。アーノルド、ラッキーだったね。君生き延びたよ。でもどうしたんだろうこれ。どうやら君の体は死体の匂いがしてそのまま埋められるみたいだ。残念だけど諦めてくれ。どうしようもないアホのアーノルド、安らかに眠ってくれ。そうアーノルド、これは全部君のものだ。ただし全部完食するのが条件。実験成功のためにちょうどいい食べ物を選ばなきゃ。そうだな、チョコレート、ケーキ、お肉なんかいいね。これだけたくさん食べたら眠くなってきたみたいだね。おやすみアーノルド。でも実際にはとんでもない腹痛で真夜中に目が覚めるだろう。君の胃の内膜は拡張し始める。おはようアーノルド、朝食を用意したぞ。食べれば食べるほど動きづらくなってカロリーも消費しなくなる。椅子にキャスターがついてなくて残念だったなアーノルド。数ヶ月もすれば君はすっかり大きくて立派になるだろう。おばあちゃんも君を誇りに思うさ。何？胸が痛む？息がしづらいって？当然さ、肥満は高血圧と心臓病の元なんだから。アーノルド、ちょっと休憩してチャンネル視聴者のコメントでも確認したら？何？コメントで太っちょって呼ばれてるって？かわいそうに。体型が原因で鬱になる人もいるからね。気を落とすな。力士になってスーパースターになれるかもしれないぞ。スポーツが君を救ってくれるかも。こちらは泣く子も黙るユーサコ・パトワソ。レディー、ファイト！行け、アーノルド！行け！どうした？なんで震えてるんだ？怒ってるの？いや、わかった。君の巨大な胃袋が肺を押し上げて息ができなくなっているんだ。アーノルド、死ぬな！その最後のドーナツのかけらはどうするんだよ。アーノルド、どこへ行くんだ？アーノルド、みんなに挨拶して。
そしてお別れを言うんだ。これから君の心臓を1ナノ秒だけ止めるからね。科学の実験だから怖がらなくてもいい。心臓はポンプのように体全体に血液を送り、その速度は時速25マイル、およそ40キロです。血液が流れる距離はおよそ10万キロメートル。もしこれを1本の線にすると、地球を2周してしまうほどの長さなんだ。3、2、1、ストップ!驚いたかい?心臓は収縮するのに 0.4 秒かかり、その後同じ時間休むんだ。平均的な人が一生のうちに心臓が休む時間を計算すると、20年以上休んでいることになるんだよ。だから心臓が1ナノ秒だけ停止したとしても、誰も気がつかないんだよ。もう少し詳しく解説しよう。心臓は2階建ての家に似てます。上の階に心房と呼ばれる部屋が2つ。下の階には心室と呼ばれる部屋が2つあります。心房から心室へ血液が送られるときは、普通の場合でもかなりの圧力がかかっているので、もし外に飛び出した場合、30フィート、およそ9メートル飛び出すことになります。心室から血液が肺や大動脈に送られることで、僕たちは生活できています。もし全てが正常に動いているのに、心室が 0.7 秒止まったとしよう。流れ込む血液は2倍になり、全て粉々になってしまうだろう。怖がらなくてもいいよ。みんな君のことが大好きだからね、アーノルド。本当にそうかな。24時間だけ透明人間になれる機会を作ったよ。透明人間になるには3つのアプローチがある。1つ目は完全に透明になることだが、残念ながらこれは難しい。2つ目はカモフラージュだ。これは物体に反射する光がその物体がない場合と同じようにすることだ。これがまさにこの機械の仕組みでもある。そして3番目のアプローチは、物体がメタマテリアルに包まれている場合だ。これは目に見えない帽子のようなもので、光の通り道が物体に当たって変わったことを変えて隠してしまう仕組みなんだ。じゃあピザで試してみよう。すべてうまくいけば、君は君の友達がいても一人でピザを食べることができるだろう。それじゃあ最初のスイッチを入れるよ。最初に3次元で透明性を実現させたのは2008年カリフォルニア大学バークレー校のグループだったって知ってたかい？彼らは光を反射も吸収もしない銀でできたマイクロファイバーのメッシュを作ったんだ。その結果、人間の目にはその物体がまるでそこにないかのように見えるんだ。2つ目のスイッチを入れよう。おい、動くな。待て、何を。ああ、君はなんてバカなんだ。耳から手を突っ込んで奥歯をガタガタ言わせたいが、一体どこにいるんだ。とりあえずその帽子をかぶってくれ。よし、君は24時間透明人間だ。何をするつもりだ。君が最初にそこに行くだろうってみんな思ってたよ。この機械が透明になる原理に従って正しく動いていれば、透明になった物体の光の屈折率は空気の屈折率と等しくなるはずだ。だから君の目には光を屈折させて網膜に焦点を合わせることができなくなって、何も見えなくなっているはずだ。網膜自体も ITS が見えないから、寒帯と水帯で光を吸収することができない。私から見る限り君の視力は大丈夫のようだな。よだれが垂れてるぞ。さあ、ジムは閉まってしまった。他にやることがあるだろう。まだ18時間残ってる。私が言いたかったのはもっと重要なことだ。この大バカ者。本来ならヤバいレベルの秘密を暴いて英雄になることだってできる。エリア51に入ることすらできるんだ。まあ君には関係ないか。何を考えているんだ。泥棒するつもりなのか。なんてひどい考えだ。いずれにしても計画が必要だ。もちろん透明人間だから美術館が終わった後もそこにいることはできるが、その後警備員を排除しなければいけない。さらにダイヤモンドの周りにはレーザーもある。君は3回宙返りをしてダイヤモンドを盗み、車に乗り込み、そこから逃げる。それを午前2時に終わらせることができるのか。できたとしてもひどいアイディアだ。閉館まであと1時間だ。隅に隠れるんだ。このバカ、帽子は取るんだ。
準備はいいかい、アーノルド。大切なことは分かっているだろうけど、捕まらないことだ。アーノルド、今だ。そこで転ぶか？そこで3回宙返りだろ？もう全部台無しだ。こうなったら仕方がない、アーノルド、とにかく逃げるんだ。出口はもうすぐそこだ。もう少しだ、アーノルド。なんてこった。どうやらこれは本物じゃなくてガラスの偽物だ。いや、これは不幸な出来事だ。確かに本物は金庫に保管されているはずだ。もう世界の宝物を手にすることはできなくなった。残念だけど、透明人間でいられる時間はあと1時間かそこらだ。頑張って逃げるんだよ。バイバイ、アーノルド。どうやらブリトが辛すぎたようだ。何か飲みなよ。おい、アーノルド、それ飲んじゃって本当に大丈夫？まあ辛さは収まったからいいか。なんて行列だ。少し待ちそうだね。アーノルド、割り込みは良くないよ。おばあちゃんが何か用があるみたいだよ。アーノルド、危ない。残念だよ、アーノルド。遺体安置所で最後のお別れをしよう。なんてこった、まだ生きてるのか。いや、復活したのか。どうやらあの薬の効き目らしい。不死身になったんだ。おめでとう、アーノルド。地球上で一番長生きできるようになった。体も復元される。細胞の老化という言葉も君にとっては無意味だ。それでこれからどうするつもりだい？はあ、はあ、赤信号を渡ったり、女の子たちを触ったり、サウスパークみたいなコンテストをやるのか。馬鹿げているよ。これから君は無限の時間があるのに、それを無駄にするつもりかい？アーノルド、君は世界のすべてを学ぶことができるんだ。すべての武術を身につけたり、新しい銀河を探して植民地にすることもできる。だからもう時間を無駄にするのはやめないか。まあいいか。あと200年はネットフリックスのすべてのシリーズを見て過ごしてもいいだろう。退屈しただろう。家が壊れ始めて、でも君は若いままだ。不死身になると大切な人がみんな死んで孤独になる。周りの世界はどんどん変わっていく。変化についていけなくなって、自分はゴミだと感じるようになる。楽しみにしていたものも徐々になくなってしまう。全部見てしまうから、そのうち何を見ても喜んだり驚いたりしなくなる。そして絶望のどん底に落ちる。残念だけどそれは意味がない。アーノルド、君は不死身なんだ。アーノルド、映画でも見に行こうか。分かった、もう邪魔はしないよ。やあ、アーノルド、ちょうどよかった。これから太陽が爆発してスーパーノヴァになるんだ。すごいだろう。我らが太陽系が死ぬ瞬間だ。地球にお別れを言うんだ。ブリトーを食べなければよかったね。